M1 で個々の演者漫才師自体はですね割と面白いは面白いんですよただそれに対する点の付け方その9人の人間が100点満点でやるんですけども全員がその85点から95点ぐらいの間のもう10点しかつけないんですねだったら別に100点満点とかせずにもう1点から10点でもいいじゃねえかと思うんですけどもみんなその付け方がですね安全な点を付けるから、 結局偶然性でですね自分たちでもこれが一番面白いと思ってない人のところに点がいっちゃったりするんですねあとは何よりも全員揃ってですね今の自分たちのポジションを脅かさないやつの方に点 <laughs> を入れちゃうしああこいつらやっぱり面白いなというやっぱりのところに行っちゃうっていうのがあるのですね。お笑い番組でお笑い日本一を決めてそして出てくる漫才師は全員面白いのに番組が面白くない。 そそれれも、も採採点点すすするるややつ。それは採点するやつは、って、うう逃げようがないですよ昔だとお笑いが分かんないやつが点入れてるからだとかいやもうオール巨人師匠みたいにもう昔面白くてももう今はあの現役じゃないじゃないですかみたいな言い訳が立たないその点の付け方が面白くないっていうです、ね、とんでもない事態になっちゃったんですね。今ですね お笑いの評論家でで一番信頼してていいいる人がいてですね。お笑い芸人に嫌われるお笑い評論家なんですけどそれ誰かというとですね、ウーマンラッシュアワーの村本さんなんんですよね。でウーーマン・ラッシュ・アワーの村本さんはザ・漫才の優勝に関して例えばその吉本の芸人が有利だとかですねもしくはその吉本の芸人は例えば吉本と言うだけだから笑ってくれない人がいるから不利だっていうふうなことを言われるとで、それをナイの岡村さんがラジオで話して投げたみたいなのを聞いてですねそれは違うよ っていう,ふうに、「岡田さんそれは違いますよ」っていうふうに村本さんが語ったことがあって何かっていうと「そいつらはちゃんと研究してない」と「ザ・漫才」とかああいう笑いのマニアが見るような番組っていうのにはちゃんとネタの作り方というのがあるとどうしても今の若手っていうのかな賞を取りたいやつっていうのは 単独ライブとかで、練ってきたネタをそのまんまやると。それは単独ライブっていうのははっきり言えばあれは客じゃなくてお得意様しか来てないとでお得意様っていうのは自分たちらしいお笑いをやれば全部笑ってくれるとでそういうふうな人たちが一番笑ってくれるごめんなさい自分たちに自分にとって一番気持ちのいいネタをやるからウケないのであると。 でそうじゃないと。ザ・漫才とかに来る客っていうのは何かというと見たことない新しい笑いを求めてるからだからあれはお客さんなんだとじゃあそういうふうな人たちにとっては何を見せるべきかっていうとこんな笑い見たこともないっていうそれまでの笑いの文法を崩したものを見せなきゃいけないつまりもう完成度は低くても新製品を常に見せなきゃいけないとそこで老舗の味を出しちゃダメなんだっていうふうなことを村本さん言ってたんですね。で、で僕は、ああ、ななんんかううまいこと言っっていう思ったんですけども。 もう本当に M1 もこれに尽きるんですよ。M1 もこのお笑い評論家村本が言う通りですね。新しいことをやるべき場だったんですね。それはなんかもちろん熟練の技を見せた方がいい場もあるんですけども、今回のその M1 っていうのは例えばテッドとかですね、なんだろうな深夜アニメと同じで安心するいつものことをやったらですね、評価されない場なんですよ。で本来 それよりは新しい見たことないことが出す場のはずだったのが少なくとも自分が持ってる得点で新しいから点を与えよう見たことないから点を与えようではなくてなんかぬるっとあ俺にとって面白いのをつければいいんだよねだって9人のうち1人なんだから俺にはそんな責任がないからねっていうような点の付け方をしちゃったのでもう本当にグズグズに崩れちゃったんですよね。M1 のここととととを語るということは、ほとんど、 出てきた人間に対する批評ではなくて評評価した人間ににに対すする批ななので、ちょっととやりにくいいいだろうううふうに思いますね。ゲームショーでもですね新しい形式のゲームが出てきたらみんなうわーって評価するんで,すでゲームが一番面白かった時代っていうのは次から次へと新しいことをやって新しいことをみんなこのゲームひょっとしたらゲームバランス悪いかも分かんないと思いながらも買い支えてプレイして感想を言ってっていうことをしたから ゲームが面白くなったわけで「すね。で、m 1も「日本のお笑い」も今絶対必要なのは本当にそこだったと思うのになんんて言えばいいんだろうね。ゲームで言えば「ファイナルファンタジー」の「11」が出たから良かったねとか「12」が出たから良かったねみたいなことをやって「何をしとるんだ」と「いや、ファイナルファンタジー」あんまりやってない人間が言ってもしょうがないんですけども。最後まで見てくれてありがとうございます。 チャンネル登録もよろしくね。